皆さんこんにちは、キスケです。本日はめちゃくちゃ久しぶりにジレン使っていこうかなと思います。まあこいつってさ、知らん間に環境から消えたよね。実装当初はめちゃくちゃ強かったイメージあるんやけど、なんでやろかただまあ今でも強い能力っていうのはもちろんあって、例えばこの特殊アーツね、バニシング 100% 回復、発動回数2回、まあ、これ普通に強いよね。で射撃アーマーもあると。で打撃アーツにも射撃アーマーがついてると。必殺アーツにもついてるね。うん。で、究極よ、特大ダメージで、まあ、射撃アーマーもちろんあって、ヒット時敵全体に体力非回復量 80% ダウンの能力低下を与える40カウント。敵全体っていうところが結構肝で、例えば悟空ベジータよね。うん。あいつらの強さってやっぱ回復力にあると思ってて、個人的にはまあその回復量を 80% ダウンさせることができればだいぶいいんじゃないかなっていう。でプラス40カウントなんでめちゃくちゃ抑えれるよね。この辺は今の環境でも相当強い部類になるんじゃないかなって思います。であとはまあ自身体力回復できるし、まあ、自給自足もできると。で、特殊カバちゃん無効が2回ついてます。で試合が始まると場に出た時の 50% とバトル開始時の 40% で余ダメ 90% 上がるんで、まあ、余ダメ 90% 上がってこのステータスやったら普通に強いんじゃねって思うんですよね。まあ、だからちょっと使っていこうかな。でパーティーはこんな感じ。よくわからないライバル宇宙みたいな感じやけど、フラグメントをもう火力特化にしました。うん。ユニフラの打撃攻撃 28% でしょ。で、あ、ちょっと飛ばしちゃったけど、これね、バトルメンバーのライバル宇宙1人につき打撃攻撃 4.85% アップ。で真ん中これ、バトルメンバーに打撃タイプがいると打撃攻撃を 10.55% アップと。で自分自身が打撃タイプなんで、まあこの 10% は乗りますね。だからまあフラグメントをガチガチにしてるんで結構火力出してくれるんじゃないかなってちょっと期待してます。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしました。紫染めパーティー対戦やっていきましょう。お願いします。ライバル宇宙パーティー久々に使うわ。ベルガモ出す？これ久々にベルガモを使ってみよう。もうきついやろな多分。強ないと思うんだよな正直。カリフラケールもめちゃくちゃ久々に使うんで能力忘れました確か特殊アーツで必殺読んでバネシング回復あったような気がする。お願いします。危ない、はい、入る。火力な火力な、やらか。おお、今までのあれはどうなったんだ。はい、必殺アーツ。カリフラケールはさすがに火力足りてると思うんだよな。どうだ、ああうん、ぼちぼちやな。はい、バニシング回復。これ間に合わんよな多分。あ、無理やつれえ、すげえつらいんやけど、はい、いや耐えなさそう。あ、回復した。あ、そっか、そういう能力あったな、忘れてんな。ベルガモ弱くね。強いイメージのまま使わんくなったからさ、めちゃくちゃ弱く感じる。 OK、 これメインで見られちゃいそうなんで、あ、見ないか。 OK、 いやつれえな、ちょっとつらいぞこれ。相手の体力見てや、全然減ってないねんけど。あざっす。このくるくる回す感じいいね。お、そのまま入る。でかどんぐらい入る。あ、いいやん。悪くない悪くない。やべ
やべ最悪。え、落ちんちゃうこれ。いや耐えるか。いや無理か、さすがに。ざまあ、ざまあすぎる。あざす。尻尾ふわふわすぎて見えへんねんけど。はいはい。はあ？お前つれえな。打撃圧しかないのはちょっとつらいですね。打撃圧振って釣りたいところではあるんやけど。一冊特殊で見ようか。びっくりマークなし。うん、オッケー、よし。あーつれえ。うー、これはもう所持圧全部使っちゃって、どうせ防寒着出てくるんで、打つだけ打ってライジングでいこうか。はい。OK。 これライジング4だからあれやろ。いい勝負になってるだけやぞ。ライジングゲーやな。ウルパージレンいつ出んねやろ。絶対強いよな。ただ破壊神トップあんま見えへんのよな、今の環境。びっくりマーク、いただき。でカリフラケールが強え。カリフラケールが強いんやけど。お、ここ好き。強っ。あはあああああ、ジレン守ろう。残っていく。あざっす。バリアー。さあ救急カーツ。味方3人残ってるから多分落ちると思う。さすがに落とせ。尻尾ふわふわそうやね。 OK ナイス。あー、びっくりマークなしか。マジかよ。つれえよ俺。落ちないんじゃない。必殺当たったらきつい。はい、救急カーツさよなら。久々に見たかったけどな。まあライジング溜まってたとしても赤色で受けれるんで、まあ、大丈夫やね。必殺アーツ捨てたか。はい、ナイス。いや落としきれないでしょこれ、さすがに。いやでも火力結構あるな。悪くないぞ火力。うん、強い。弱くない。うん、勝ちたい。よし、よし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 、勝ちです。ジレン最後の美味しいとこ取り。行ったら行ったら。あざした。やめておけばいいもの。さあマッチングしました。サタンパーティーか。お願いします。まあ、サタンパーティーに関してはマジの運ゲーなんですよ。サタンってライジングより運ゲーなんですよね。まあ、だから実力で勝負するっていうのを試合開始時点から捨ててしまったやつには負けたくないですね僕は。はい、いいんじゃない。良くないっす。良くないっす。カボチャにして。おい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 
まあでもこれで2回目の麻痺使ったんで、いや負けないよ。サタンで運ゲーしようとしてるやつに負けると思う？僕は思わないですね。こっから挽回っすよ。ここで麻痺が切れてしまえば、もう相手は勝ち筋を完全になくすんで、勝てる道理がないっすよね。3対2やけどね、関係ないよ。ああ気持ちいい。あ、麻痺の時間なくさせてくれんの？ありがてえ。マジ感謝。マジ助かるんですけど。勝ち筋なくしたな、おめえよ。はい、麻痺切れたぞ。もうこっからエンジンブンブンよ。これでバニシング回復しとこう。見下せジレン。ダーン、バニシング奪って入る。なんで？エアカーツ。はい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 。ジレンの打撃圧かっこよくない？もうどうした？もうサタンに頼れへんぞお前。どうすんねん、どないする？つらいね。勝ち筋を自分でなくしたんだぞ。はい、あざすー。サタン守っていく。サタンを守っていく。いいね。落ちないよ。特殊で見て、はい、最速。おい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 、サタンなかったら何もできひんのかい。おい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 、バニシング奪っちゃえ。うん、まだいける。はい、さあラストですか。サタンさんが残りましたか。見してもらおうか。はい、あざした。さあマッチングしました。合体戦士やね、お願いします。あ、でもウルゴジないのか。じゃあベルガモ出す、お願いします。ジレンのさ勝利画面さ長くね、なんか無駄があるよな。気のせいかな。なんか他のキャラよりすげえ長い気すんねんけど。座禅組んで、まあ、瞑想してんのか知らんねんけど、喋った後になんか 1,2 秒ぐらいさシーンって静まり返る時間があるやん。あれなんだ、あれなんだ、マジで。シャッス、はい、合わせてくる。あーダメか。意外と硬いなカリフラケール。あー攻めてこないんやったら遠距離打撃いっちゃうよ。うん、来ないね。来ないわ。はい、あざっす。マジで攻めてこうへんやつ遠距離打撃入る、超気持ちいい。で一回遠距離打撃見しとけば攻めてくると思うんだよな。よし、必殺圧でーん。あ、バニシング回復したか。はい、いやー押した圧絶対消えるんだよなこれ。そういう仕様か。 OK、 あー打撃多いな。この打撃封印も地味に強いよね。ただこれは、バニシングないけど交代するか。いやー、また攻めてこへんのか。おい、攻めてこなさすぎやろ。落ちひんと思うけどなこれ。どうやろう、一番弱点やろ犬の鼻先って。
そこに肘鉄ってやばいやろ。あ、やっぱり入るよな、遠距離打撃。2回目やぞこれで。マジ感謝。はいはい、味方3人生き残ってるんで結構入りそうではある。どんぐらい入るか。え、いいね。強いね。悪くないね。さすがに遠距離打撃2回されたら自分で攻めたくなるか。入る。 OK、 ナイス、あざっす。久々やから忘れとったね、多分相手特殊かもしれん、向こうなんだよな。これでライジングラッシュを温存しつつ救急カーズで落とすと、プラスこれ敵全体に回復量 80% ダウン乗るんで、悟空ベジータがマジで回復しなくなるよ。つらかろう。いいいい、すごくいい。すごくいい。ライバル宇宙が戦えてる。はい、ライジング、もったいないけどなこれ。あざっす。さあラスト40カウント間 80% ダウンなんで回復量まだ続いてると思う。そう考えると超強いな。メインで見るか。メインじゃなくてタックル出ちゃった。はい、あざっす。おいおい、自分で攻めないと。ほら、こうなっちゃうわけよ。ほら、勝ったね。久々に使ったら楽しいな。ありがとうございました。私ら2人ががっちり組んだら全宇宙で最強です。はい、皆さんお疲れ様でした。本日は久々にジレン使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ普通に火力取れるし、やっぱ特殊カバチェン向こう2回ついてんのはありがたいよね。うん、ないよりありというか、まあ、ゴジータブルーとかは3回なんやけど、2回でも結構十分というか、殴れる、まあ、火力取れるキャラクターには違いないと思うんで、まあ、久々にジレン使うっていうのもなかなかありなんじゃないかなとは思います。いや、フルパワージレンいつ出てくんやろうね。多分身勝手の極みと一緒に出てくるっていうのが、まあ、濃厚だとは思うんやけど、破壊神トップがね、わりかしなんか別枠みたいな感じで出てきたんで、ワンチャンなんかポッとねフルパワージレンが登場するっていうのも、まあ、なくはないのかなって思います。楽しみですね。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。